メモリーボーイズ思い出を売る店は2018年6月30日よりサンリオピューローランドのアトラクションフェアリーランドシアターで連日上演されている辻慎太郎著思い出を売る店を原作とした2.5次元ミュージカル作品である通称メモミュ前作ちっちゃな英雄に続くサンリオピューローランドとネルケプランニングによるミュージカル作品第2弾である 1985年に映画化されている思い出を売る店と同様のコンセプトで制作されている。劇中の音楽や舞台装置の一部にも当時の映画と同じものが使用されている。キャストは若手男性俳優のみの出演で衣装も少しレトロなスチームパンク風で統一されている。上演時間約40分。プロパス販売対象賞。賞としては サンリオピューロランド発のファンサイトも開設されている。昇進行中の撮影や録音は禁止だが、2018年12月20日より、フィナーレの出演者とのハイタッチのシーンと、カーテンコールのみ解禁される。2020年2月22日から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サンリオピューロランドが臨時休館したため、当作品も無期限休園となった。 個性豊かなメモリーボーイズが働く思い出を売る店では誰もが持っている大切な思い出に触れることができる。ある日、コンサートを控えたバイオリニストのルバートとその兄であるラルゴが店を訪れ亡き父と共に演奏していた頃の思い出に触れていった。しかしコンサートの直前、二人が大切にしているバイオリンがなくなってしまう。バイオリンの行方を探るメモリーボーイズは過去にも 兄弟のバイオリンが壊される事件があったことを知る。チームフォルテとチームアレグロの2チーム、ダブルキャストでの上演。思い出を売る店メモリーメーカーメモリージャボンただいま、メモリーメーカーリ、り、サーチアップツーユアップツーユ思い出を売る、店思い出を売る店、カーテンコール DVD、ブルーレイ。ありがとうございます。